皆さんこんにちは、レックセンニ講師の厚田です。それでは二級 FP 技能検定試験の配点予想を始めていきたいと思います。えっとまずですね、今日試験受けられた皆様お疲れ様でした。まあ東京は三十度を超えたみたいで非常に暑く大変だったかと思うんですけれども、まあここではですねこれから。 レック独自のですね、配点予想を実技試験においてやっていきたいと思うんですけれども、えー、行っていくのが、日本 FP 協会の資産設計提案業務と、金融財政事情研究会の個人資産相談業務、こちらの2科目において予,定予想配点をしていきますので、えー、そんな形でやっていきます。 学科試験に関してはあのもう先ほど5時半回りまして回答が出ておりますのでいろいろな事情があってですね、えー、回答が見れない方といると思うので学科試験に関しましては回答をこちらで申し上げます。 単純に、えー、36問以上、えー、正解が取れていれば合格ということになるので、えー、そんな形でまず学会をやらせてもらってからあと次に、えー、日本 FP 協会の資産設計提案業務の、えー、予想拝点、えー、金融財政事情研究会の予想拝点そして最後に、えー、残り時間を使わせてもらって、えー、っと簡単な解説というふうな形で流れとして考えておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ではいで 学科試験の回答から申し上げてきますこれすべて1問1点という形で6科目あるので1科目ずつ申し上げていきますが5問ずつ刻んでいこうかなと思いますので1から56から10とそんな形で進んでいきますではまずライフの問い1から問い10なんですが1から5をまず申し上げます。問1が2 問い2が4、問い3が1、問い4が4、問い5が4、えー、もう一度1から5ですが、問い1が2、問い2が4、問い3が1、問い4が4、問い5が4、続いてライフの後半6から10です。問い6が1、問い7が2、問い8が4、問い9が3、問い10が2、もう一度6から10です。

問い十五が三、リスクの後半十六から二十です。問い十六が三、問い十七が一、問い十八が一、問い十九が二、問い二十が四。繰り返します。問い十六が三、問い十七が一、問い十八が一、問い十九が二、問い二十が四。次、金融の二十一から三十に移ります。問い二十一が三、問い二十二が四。

問い26が1、問い27が2、問い28が1、問い29が4、問い30が3。次、タックスの31から35です。問い31が3、問い32が1、問い32が2、問い34が1、問い35が2、もう一度31から35です。問い31が3、問い32が1、問い33が2、 問い3四が一、問い3五がでです次からす問い3六が二、問い37が1、問い38が4、問い39が1、問い40が1、もう一度36から40です。問い36が2、37が1、問い38が4、問い39が1、問い40が1、次、41から50の不動産に移ります。 問41が3、問42が3、問43が4、問44が2、問45が4、もう一度41から45です。問41が3、問42が3、問43が4、問44が2、問45が4、続いて46から50です。問46が2、問47が4、問48が1、 問46が2問47が4問48が1問49が3問50が4続いて最後の相続51から55です。51が3 52が2 53が4、54が3、55が3、繰り返して51から55です。問い51が3、問い52が2、問い53が4、問い54が3、問い55が3、56から60に移ります。問い56が1、問い57が3、問い58が4、問い59が3、問い60が4、もう一度56から60です。問い56が1、が一 問57が3問58が4問59が3問60が4ということでこれで6科目分全部ですね回答は読み上げたんですがこちら1問1点ということで 60, 60点満点の36点以上で合格ということになるので一応これですね 実際に実施団体から公表されている回答を読み上げているので私の言い間違いがなければ正しいものだと思うので再度、もし気になる方はその実施団体の回答で照らし合わせてくださいでは続きましてここからいよいよ本題の配点予想に移りたいと思います。 で配点予想なんですが先に日本 FP 協会から進めてまいりますので近在の方はちょっと5分から10分ほどちょっとお待ちいただければと思いますでこちらについてはまず日本 FP 協会の資産設計提案業務ですが回答についてはちょっとたくさんあって数字もあったりするので読み上げることはいたしませんので回答は必ず皆様の方で確認をしてください でここではあくまでも配点予想をして,おきしていきますけれどもあくまでもこれエッグ独自の配点予想となりますので、えー、ずれることはまあ,あるかと思うんですがただ今までの経験でもうこれずっとやっておりますけれども。 経験の中であの多少の前後は12点とかそれぐらいの前後はあっても大幅にずれることはありませんので、えー、まあ例えば60点前後、えー、23点の方であれば、えー、場合によってはちょっと逆に行く可能性もあるのでそこだけちょっと注意いただいて、えー、まあこれでか、えー、合格ラインに乗ったから安心というわけではないので、えー、それはご、えー、ごうん。 ご理解いただきたたいいと思いますただ65点以上いけば確実に合格だと思いますので、まあ、次のステップいくなりいろいろ検討いただければと思いますでは、えー、と資産設計提案業務じゃあ回答配点予想いきたいと思います、えー、ここからは大問ごとに見ていきますのでまず大、えー、問1の問1問2ですまず問1が各1点の計4点各1点の計4点 点の計四点。問二。二点です。問二が二点。なので、ええ、問一、第一問は、え四点プラス二点で、六点、六点満点という大問、第一問になります。続いて、第二問。こちら、問三から問五、三問構成です。問三が二。問四が二点、ええ、問五が二点、もう一度。問三が二点、問四が。 2点、問5が2点、全部2点ですね。で、2点で 3, か3問なので、6点満点という形で、第2問、これで終わりです。次、第3問に移ります。第3問が、問6から問9の4問構成です。まず、問6、2点。問7、2点。問8、2点。問9、各1点の計3点。問9が各1点の計3点。もう一度申し上げますと、問6、2点。 問七、二点、問八、二点、問九が各一点の計三点で、合計すると、第三問は九点満点になります。続いて第四問です。第四問が問十から問十三の四問構成ですが、問十が各一点の計三点、各一点の計三点、問十一が各一点の計四点、各一点の計四点。 問12が2点問1二が二点問十3が、えー、各1点の計4点,各点,の計4点、えー、もう一度問10が各1点の計3点問11が各1点の計4点問12が2点問13が各1点の計4点で合計すると点満点、えー、問4第4問が13点満点になります。続いて第5問 第5問が14、15、16の3問構成ですが、問14が2点、問15が2点、問16が、えー、各1点の計4点、もう一度、問14が2点、問15が2点、問16が各1点の計4点で、合わせると8点ですね、第5問は8点満点になります。 次第6問に移りましてこれ17から20の4問構成です問い17が各1点の計4点各1点の計4点問い18が各1点の計4点,各1点,の計4点問い19が2点問い19が2点問い20が2点問い20が2点もう一度 17が各1点の計4点18が各1点の計4点19が2点20が2点、えー、合計すると12点満点という形で第6問終わりです続いて第7問に移ります第7問問問21が2点問い22が2点問23が2点、えー、繰り返します 問い21が2点、問い22が2点、問い23が2点で、す、え、べ、ー、て2点ずつで、えー、2点かける3問で、えー、合計6点満点と、第7問は6点満点となります。次、第8問に移ります。第8問、問い24が2点、問い24が2点、問い25が2点、問い25が2点。 問26が2点、えー、問十六が二点ということで、こちらも24、25、26、すべて2点ずつということで、合計6点、第8問は6点満点ということになります。で、次、残り2つ、総合問題が続きます。第9問、えー、27から33です。まず、問27が2点、問27が2点、問28が2点、問28が2点、 問い29が各1点の計4点、問い30が2点、問い3十が二点、問い十1が2点、問い3一が2点、問い十二が二点、問い十二が二点、問い十三が2点、問い33が2点、もう一度27、28が2点。 29が各1点の計4点で30から33まで全て2点ずつということで第9問は合計16点満点の配点になります。最後第10問のまたこちら総合問題ですが問題が問34から問い40まであります。まず問い34ちょっと後で説明しますがこちら3点問い34が3点。 問35が2点、問3五が二点、問十6が2点、問3六が二点、問十7が二点、問十七が二点、問十八が2点、問38が2点、問39が4点、問39は各1点の計4点、各1点の計4点。 問い40が各1点の計3点、各1点の計3点、えー、ではもう一度、えー、確認しますと、問い34が3点、問い3四が三点、で、十5から38までが2点ずつ、35から38が2点ずつ、39が各1点の計4点、40が各1点の計3点ということで、この第10、 10問が点点満とということで合計すると100点満点になりますで,100点で満点なので60点以上で合格ということになるのででこちらにつきましてはあの年3回こちら回答配点予想ですねさせていただいてますが毎回ですね100点に合わせるような形でやっているんですけどもその中で キャッシュフロー表、えーとですね、34問ですか。 問問い34問のキャッシュフロー表なんですがこちらを毎回いつも3点でやるときれいな形えごめんなさいバランスシートですごめんなさいバランスシートの問い34がいつも3点でやるときれいな形100点になるとで今回も、えー、それでですね3点にしたところ、まあ、あとはまあうまい具合にちょっと別にあこの問題なんか2点じゃなくて3点にしたいなという問題もあったんですけどもでも収まりが良いので、えー、例年通り バランスシートの純資産額のところ3点にしたら、まあ、これで100点になったので、ほぼ問題ないかと思いますので、まあ、この採点ちょっと信じていただいて、えー、これでまあただ60点だとちょっと微妙なので、まあ、65点以上であればあ問題なく合格だと思いますので、まあ、そんな形でですね、えー、確認していただければと思います。なお、あの正解につきましては、もうすでに日本 FP 協会からですね、回答が出ておりますので、 ちょっとあの箇所が多いので60から70ぐらいあるのでちょっと言え言なかなか言いづらいのですみませんが皆様の方でこれは確認いただければと思いますではこれで一旦資産設計、えー、提案業務終わりにしましてでは、えー、お待たせしました金融財政事情研究会の個人資産相談業務に移りたいと思いますでこちらはですね、えー、と第1問から第5問の大問、えー、5問 で全体でぶら下がっていますでここのところも、まあ、3級と共通のところなんですが、えー、大門ごとに10点の配点が決まってますでその中で、えーまあ、例えば第1問が何点というのが公表されておらずもうこれを完全にレック独自の配点予想していくという形なんですがほぼ間違いはないと思いますただ今回も若干ですね ちょっと微妙なところがあったので、それはまあコメントしながら説明していきたいと思いますので、まずはえと配点予想からさせていただきたいと思いますので、ではえ第1問からいきます。第1問、ライフですが、いきます。問1、問1が各1点の計3点、各1点の計3点、問2、各1点の計3点、問2、各1点の計3点、 問い3。各1点の計4点。各1点の計4点ということで、まあ、これは問題ないと思うんで、全部1点ずつです。全部1点ずつで合計10点満点ということになるんで、まあ、これは争いないと思うんで、この形でいきたいと思います。続いて第2問。第2問が4から6。3問構成の金融です。では問い4。ここがちょっとですね、まあ、あんまり多くない形ですが、問い4がですね、 えー、各2点の計4点、各2点の計4点、続いて問い5、問い5が各1点かける、各1点の計3点、問い5が各1点の計3点、えー、問い6が各1点の計3点、各1点の計3点、えー、ともう一度、えー、問い4が各2点です、各2点の、えー、計4点。 問い5、問い6は各1点の計3点ずつという形でこれで10点満点になります。続いて第3問です。えー、第3問なんですけれども、では行、えー、きたいと思いますが、まず、えー、問い7、えー、問い7が各1点の計3点、えー、各1点の計3点、問い8、 1> 各一点の計三点、え各一点の計三点、ええ、続いて問い九。ここがちょっと悩ましいところなんですが、えー、今回は、えー、まず丸一と丸二。 一、えー、から三、3箇所、えー、回答箇所があるんですが一と二が各1点丸二が各1点三が,、えー、が2点です丸3が2点という形で、えー、計4点ともう一度、七、え、八、ー、問い7、問い8は、えー、各1点の計3点ずつ。 問い9が1と2がえ1点ずつ3が2点という形で4点で、まあ、ちょっとここがですね1を2点にするか3を 2, にす,るかと2点にするかとちょっと悩んだんですけれども仮に1を2点にして間違えるとあの1と3これ連動してますので3点失います。なので1を1点にした方がまあえいいかなと。 傷が浅くななるかなとただ一間違えると結局は間違えてしまうんですが三、えー、ただ三はこれ結局は最後のところなんでこれは点数を上げるというのが一般的だと思うので、まあ、こんな形で、えー、第3問タックスは10点満点の、えー、配点はこのような形になります続いて第4問の不動産です、えー、こちらにつきましては非常に分かりやすく10から12なんですが、えー、問い10が、えー、各1点の計4点各1点の計4点 1> 問1、各1点の計算点、各1点の計算点、えー、問12、各1点の計算点、各1点の計算点、まあ、ですから不動産の第4問は全部、えー、各1点ずつと、各1点ずつとか、各1点ですね、で10箇所あるんで10点満点という形になります第5問の相続です。 こちらもわかりやすく、問13が各1点の計3点、各1点の計3点、問14、各1点の計3点、各1点の計3点、問15が各1点の計4点、4箇所あります、各1点の計4点ということで、相続は全部1点ずつですね、で合計10点という形なので、これで50点満点の配点が出げましたので、 ここもおそらくですね、まあ、悩みどころは、えーまあ、先ほどタックスの問い球ではないかな3箇所のところがどちらどこが2点かというだけであとは問題ないと思いますので、えー、ずれても1点、えー、だと思うので、えー、ここのところは、えー、そんな形でいきたいと思うので一応これは50点満点 なので6割30点以上で合格となってますんでもちろんこの時点で35点以上であれば間違いなく合格ですし、まあ、30点前後の場合はちょっとどっち転ぶかわからないということでちょっとそこだけですね気をつけていただいてで私今手元には。 こちらの個人資産相談業務の回答があるんですが、ちょっとこれを伝えるのは、ちょっとなかなか難しいところがあるので、皆様の方で回答を必ず確認いただいてですね、それで採点をもう一度していただければと思いますので、一応これでですね、配点予想自体は終わりとなります。では、残った時間を使わせていただいて、簡単な公表というか解説をしていきたいと思いますので、まず学科試験からですね、 ご準備いいいたただきたいと思いますで学科、えー、試験なんですけどもまずまあこれはライフリスク金融タックス不動産相続という形で並んではいますが、まあ、今回の問題をまずライフから見ていくと、まあ、問題1であればまあこんなような業績、えー、に関する問題がまあよく出てますね、まあ、これは特に問題ないであろうとあとは問題2からですね 問題2が後期高齢者医療制度、問,3、えー、問題3が、えー、失業給付、えー、問題4が国民年金の保険料、えー、問題5が老,生老齢厚生年金、6が、えー、遺族給付、7が、えー、確定教室年金ということ年金絡みのものがここずっとあるんで、これもいつもの傾向と同じではないかなというところです。 で問題8のところが、これはおそらく皆さんできるとは思うんですが、ちょっと時間かかりそうな、住宅ローンの借り換えをした場合のですね、えーま、問いということで、えー、例えば住宅ローンを借り換えると、いくら、まあ、今回負担が減りますか、負担が増えますかということで、えー、こちらですが、 まあ普通に考えたらですね、えー、借り換えをする場合、総額が増えるんだったらやらない方がいいと思うので、まあ、今回の回答、面白いなと思うのは、1番、3番が、えー、負担増加ということで、まあ、自分だったら負担増加だったら借り換えしませんので、わざわざ手間かけてまでやる必要はないと思うんで、まあ、1と3はないだろうとで、2番と4番が負担減少だから、まあ、自分が本試験で受けてるんだったら、多分2と4と近だろうなという山を,、えー、当てながら山を張りながら行くんですが、 やはり答えを見ると4番ということなので87万2196円の負担減少ということでまあやっぱり減少であることは間違いなので2番と4番の2択のどっちかということだと思うので時間かかると思うんですけれどもこれはやっといた方がいい問題ではないかなと思います。で次にですね問題10を見ていただきたいんですがこれ時たまあってですね毎回出るわけじゃないんですがまあ2回に1回とか3回に1回出るんですがこれはまあメッセージ として受け取ってほしいんですけれども、えー、FP の場合はやっぱり相談を受けるにあたって簿記、えーまあ、会計の知識は必須だよとただ会計を学ぶところが FP の科目の中ではないのでこれは皆さん各自でやってくださいというメッセージとして受け取ってほしいんですね。 でこれ実際には会計を学んでいる方例えば、簿記の3級でも,もうこれ十分だと思うんですが3級だとちょっと難しいかもしれない2級,2級のところをやっている方であれば10秒ぐらいで終わってしまう問題です。なのでこれ非常にサービス問題でこれに関しては会計を知っている簿記を知っている方であればすぐ解ける問題なのでこんな簡単な問題出していいのというぐらい簡単です。 ですから、こちらが難しいというふうに感じる方は、FP 試験でも会計の知識は必須なので、ぜひともこれから取り掛かっていただきたいなというふうな問題なので、そういうメッセージとして受け止めてください。続いてですね、えー、と問題11から問題20のリスクです。リスクにつきましては、まあ、よくあるのが、まずは個別商品の特性。 ですね、今回は問題11が個人年金保険の一般的な商品性ということでもしこの中で保険商品を扱っている方がいる時には自分が扱っている商品ではなくてこれは一般的な商品性で答えるので場合によっては一般的な商品じゃないものを扱っている時には回答を間違ってしまう可能性があるのでちょっとこの試験を受ける時には、えー、自分の扱っている商品は忘れてほしいなと思うんですね。で一般的な商品性でで答えていいいたただきたいとということで <laughs> まずは今回11が個人年金保険でしたであとは問,問題12が B グループ保険の団体提起の話ですね1年更新のというところなんで、まあ、その問題があって問題13が生命保険料控除ということで <laughs> あの学科の試験、えー、他の級も、三、まあ、級の試験もの問題も見たんですけども、今回生命保険料控除をよく出していたなというところがありまして、まあそんな感じですかね。えー、というところなので、まあ、こちらもできなくはないと思うので、えー、こちらについては知っていれば間違いなくできる問題だと思います。<laughs> で、あとはですね、えー、と問題15がですね、えー、火災保険。 ですね火災保険の内容問題16が自動車保険の内容ということで、まあ、15も16もこれも一般的な商品性に関しての問題なのでえ、まあ、自分のとこ例えばえー 自分が使っている保険商品と違う内容でも、これは一般的な商品性で判断いただきたいということなので、えー、まあ、15、16も出てますし、17につきましても、障害保険の一般的な商品性ということで、まあ、だから今回、ちょっと障害保険大きい多いかなと、15、16、17ということで、まあ、いつもここまで出ることはないと思うんですが、まあ、3問の問題が出ているということで、詳しい方であれば問題なく解けると思います。 でも、えー、れなく生命保険と損害保険の税金に関する、えー、問題も出てますし、えー、問題19においては、えー、第3分野ということで、がん保険、先進医療とかですね、そういう形で出てますんで、えーまあ、こちらについてもですね、まあ、しっかりやってればできる内容ではないかなというふうに思います。 で問題20については、リスク管理のアドバイスということで、こういうものもよく出ておりますので、まあ、これは読んでいれば通常できるんじゃないかなと思うので、まあ、リスクについてはいつも通りの問題であったということが言えると思います。で問題21から問題30の金融ですけれども、まあ、金融のまあもう21、まあ、これに関しては経済指標はよく出てますし、22、これがですね、ちょっといつもと違うなということで、問題20には、信託銀行等が相談 えー、相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴ということでここに関する問題は金融では出ていないんじゃないかなと、まあ、これ出るんだったらライフの問題ではないかなと思うんですけども。 まあ今回は遺言に関するような内容、信託銀行の業務に関する問題で、まあ、ちょっとここ面食らった方いるかもしれませんけれども、ただこれは別にできなくても全くコーには影響しませんので、あまり気にしないでいただいて、でこの問題がじゃあ、毎回出るかというと、毎回出ることはないので、まあ、たまたま今回出たんだぐらいでもう割り切ってもらえればと思います。で23の ETF、まあ、これは通常出ておりますし、24の債券の仕組みについても、まあ、これについては てておいて欲しいいしなというとうころですで問題25を見ていただくとこれは金融の学科でもよく出てきますがこれ一個一個計算していかないといけないので、えー、まあ学科試験でも金融は計算はもう出ているということでこちらに書いてある PER とか PBR、まあ、ここにないですか ROE とかそういうものは必ず計算式覚えていただきたいと思います。 262728ということでやっぱり27についても、えー、こちらについてはパフォーマンスの評価ということで、えー、計算をしなければいけませんし。 あとはですね、まあ、29についてがセーフティーネット、で問い30が、えー、3級でも、えー、実際、出題が見られたんですが、えーまあ、ジュニアニーサや積み立てニーサということで、やはりニーサはもう、えー、試験にはもう出ると思ってもらっていいと思うので、えー、実際にはこちらの問題ですね、ニ、えーサについてはもうこれは出るんだということをお聞きしていると思うので、ここはしっかりやっておけば取れる問題ではないかなというところになります。 続いて、タックスの31から40ということで、でタックスもこれ、ちょっといつもと違うのが、31とか34見てもらうと、えー、とですね、例えば31については、分離課税の対象になるもの,の、所得はどれかということで、なんとかのなんとか所得という形で、まあ、通常の聞き方と違う、また33についても、損益通算できるものどれかということで、なんとかの損失の金額みたいな形で、まあ、通常の聞き方と違うというところではあるんですが、 ただ、決して難しい問題ではありませんので、まあ、問題31であれば、分離課税の対象になる所得はどれかと言っているので、裏返せば総合課税のもどれですかと、総合課税を見つけ出せれば、それに含まれないものが今回、分離課税になるということで、まあ、この3番、31であれば3番の退職所得はすぐ選べるんじゃないかなというふうに思います。で次に問題34、見ていただくと、 これ、他の9、まあ、3級でも出ていたんですが、セルフメディケーションに関しては、今回よく出ています。えー、なので、えー、ごめんなさい、セルフメディケーション、ごめんなさい、えー、です一部あるということ、えー、ごめんなさい、考えてないので、ごめんなさい、医療費控除なので、まあ、医療費控除、セルフメディケーション、まあ、今回は出ているので、まあ、医療費控除のところはしっかりやっておれば、間違いなく、えー、取れると思いますし、まあ、住宅ローン控除の問題も、これ、ありきたりの問題なので、えー、内容についてしっかり理解していれば解けるはずです。 ですね。で、あとは、うん今回、えー、法事に関する問題がですね、えー、二つ。 問題37と問題39で、えー、法人の損金と、えー、会社と役員間の取引ですね。まあ、この特に問題39のあたりは、これよく出ていますので、まあ、これは解いてほしいと。で問題38については、えーまあ、今後10%に予想されている消費税ですので、ここのところもしっかりやってきていただきたいなというところですし、で問題40が、えー、ライフでもありましたが、 ライフのときには会計に関する利益の名称を聞く問題だったんですが問題4条は決算書の分析ということで。 こちらが出ておりますが、ここのところも会計、会計とちょっと一部関わるところとそうでないところがあるので、分析のところもしっかり確認してくださいというようなメッセージとして受け取ってもらえればと思います。で、41から50の不動産なんですけれども、まあ、41の土地価格はこれよく出ているところなので、これはまあ間違いなく正解取っていただきたいなというところです。ただ、42はちょっと細かいなというのは正直あります。43のの民法上の売買契約にお 理由これもよく出ている話なので大丈夫ではないかなと思いますし、まあ、問題44については毎回出ている借地・借、え、家、ー、法の問題ですが今回1問で、えー、出ているのは借家、えー、契約、借家法の方ですね借家、えー、に関しての問題なので借地権の借家権が出れば1問ずつ出ることがあるんですが今回借家権の方だったということですね。 で、えっ、ー、と、あとはですね、ちょっと問題46が若干難しいなということで、えー、まあ一部、ちょっとこれはすぐ分かるものもあっても、えー、ちょっと正解取れなくても別に46は別にで落ち込まなくてもいいです。 で48の固定産都市計画税はこれ、えー、非常に内容は平易じゃないかなと思うんですぐ正解取れると思いますということで、えー、ちょっとこれで不動産終わりにさせてもらって51から60の相続なんですけれども、えっと、問題51がですね、えー、まあ民,法に関民法の規定に関する問題ですが、えー、こちらについては 嫡出子と非嫡出子についてはすでにもう平等の取り扱いになっていますが今回の問題は古い規定で問題が作られているのでそれが頭に入っていればすぐに3が間違っているという形で正解を導き出せると思うので、まあ、日頃の学習している方であれば問題ご指示は必ず正解を取らなければいけない問題です。 あとは、えー、問題53の贈与税に関する問題も決して難しい問題じゃないので取れると思いますし、えー、54の問題もこれ民法上の相続人なので、えーまあ、順番を決めた上でですねあとは法定相続分を求めていくという問題です。あとはですねう 58番がちょっとくどいなというくらいくどいんですが、宅地の評価ということで、路線価と倍率方式ありますが、これ選べません。通常、路線価が適用できればそれで終わり、路線価が適用できないものに限って倍率方式という、これを頭に入れていれば難しくないのではないかなというところです。59、60のところですが、59については、マンションの評価額ということになるので、貸し屋の 建建物物貸ですすねその建物評価をする問題60についてが30年中ということでこちらちょっとですねケアしていなければいけないところですがただとはいえ4番はこれ明らかに間違っているのでそこで40万正解取れたんじゃないかなと思いますんで。 一部、まあ、ちょっと難しい問題もあるにせよ、ですね、まあ、日頃、しっかり基礎的なことをやっていれば、まあ、十分、6割は取れる問題ですので、まあ、そういうふうな形で日頃の学習を信じてやっていただいた方が、えー、合格されるんではないかなというふうに思います。続いてです、ね、じゃあ、日本 FP 協会の、えー、資産設計と相談業務に移りたいと思います。 でこちらの問題なんですけれども、まあ、分量が非常に多いので、まあ、90分という時間でいかに解いていくかということですがこれに関しては、えー、まず言えることは、えー、時間のかかる問題は後回しした方がいいと思います。で特に日本 FP 協会の場合は第2問で金融があってですね問3、計算問4も結局計算をした上での回答。 で問い後についても計算ということで結局計算になりますなのでここで大きく時間を取ってしまうとこのあとですね焦ってしまって取れる問題取れなくなる可能性があるので、まあ、自分が受験生だったらということであればこれ毎回傾向が似ているのは後半2問大問で言うと第9問と第10問はもう総合問題であることは分かっているんですよ。 なんで総合問題で、えー、2つの9と10で、えー、合計34点あります。 34点あるんで私だったらじっくりこっちをやってですねで焦ってこっちを慌てると取れる問題取れなくなってしまうのでであれば後半の第9問第10問あたりから手をつけてあとはまあ取れるものを一つ一つ取って、えー、最後時間が余れば計算をするという形で良いのではないかなと思うのであのー、日本 FP 協会の場合は点数が1点2点3点という形でありますけどもまあ1点の問題については場合によっては丸抜き問題があるので、まあ ルバツ問題は分からなくてもどっちか書けば、えー、正解になる可能性が半分なのでいいと思うんですけどもあの時間をしっかり考えておかないと90分ボリューム非常にありますから。 うまく時間を使わないと実力があっても、えー、途中で終わってしまったらそれで終わりなので、えーまあ、こういう時にはなるべく配点の多いところからどんどんやっていくというのが望ましいんじゃないかなということになります。ですねじゃあすいません第3問が不動産なんですけども、まあ、不動産についても特に第7問ですかちょっと計算が絡んでいる問題があるので、えー、もしかしたらここはちょっと苦手な方は後回しにしてもいいと思います。 で第4問がライフ、リスクに関する保険証券の読み取りで、もう毎回毎回保険証券の読み取りは出ているので、ここはしっかり点数取れるようにしていただければと思うので、ここはちょっと点数しっかり確保してください。 で次にですね、次、ライフの次が、えー、とですね、タックスですかね。えー、ちょっと今回はいろいろ証券が続くんで、えー、こちらちょっと時間かかるかもしれませんが、えー、リスクの次がタックスですね。で、ちょっとこれ一つだけちょっと申し上げたいことがあって、えー、問14、問14の問題で、これ総所得金額を計算する問題ですが、 ちょっとまず収入のところを見てもらうと内容4つあって遺族基礎年金遺族厚生年金パート収入、えー、とあと必要経費というのがあるアパート収入とアパート収入にかかる必要経費あるんですがこれ遺族年金と えとですね、遺族厚生年金に関しては非課税なので、えー、こちらはですね遺族年金は135万あってもこれ非課税ですよとあと、まあ老齢基礎年金あと金額のところで年齢を見ながら、まあ、今回は非課税枠で収まっているかどうかですがこれ69歳の方なので69歳の方については120万の非課税枠あるんでそうすると今回は72万の基礎年金ですからこれに関しては結局ゼロになるということであの資料 が多い時ほどですねちょっと冷静に対処いただきたいのでまあ、全部見るんじゃなくて問題見ながら今の遺族という言葉聞いたらもうこれは非課税だというふうな形で判断いただくのがいいのかなと思いますですね。で,で続いて第6問の相続のところですがまあ、今回は法定えっ、ー、と17が法定相続に加えて遺留分も聞いているので、えー、こちら法定相続が分かって相対的流分がわかれば遺留分計算すぐできると思うんで、えー、まあ あと「う」ができれば多分糸へできると思いますがあと「後間違ったら糸へ間違うと思うんでちょっと気をつけていただきたい、えー、というところになります。 ですねえー、であとはですねちょっとすいません相続終わりにさせてもらって次、総合問題のキャッシュフロー用に関する毎回出ている問題ですがここの問題はあのいつも収入のところだったり金融資産残高というこういうところはよく出ているのでこれはしっかり計算できるようにしていただきたいなというところです。 でまた次の第8問の24から26もこれ毎回必ず3問出ていて6点の配点があるの分かっているのでこれは落としてはいけない問題なのでここはじっくり6点を、えー 確保してくださいで総合問題の第9問のところですが、えー、これに関してはですね、まあ、あの護群とかがあればそれを持ってくればいけると思いますし今回もあの問29見ると積み立て NISA と iDeCo があるということでやはり、えーまあ、社会的にちょっとですね、えー、クローズアップされているところは、えー、出ているなというところがうかがえます。 であとは、最後の総合問題ですけれども、こちらについてもですね、あの問題34については、バランスシートの問題ですが、これ、毎回出てますんで、バランスシートは丁寧にやってもらって、これ3点というのは結構大きいと思うので、しっかり丁寧にやって3点を確保してください。また、問い35につきましては、退職に関する問題ですが、これはえっとです、ね、所得税額を聞いてますので、まあ、所得税額を求めるんだということを忘れずにやってもらえれば、 いいると思いますあとは計算がですね363738と続きますんで、まあ、ここを、えー、時間が余裕にある余裕がある時にやるのか焦ってしまってやるのかによってはですね落としてしまう。えー 可能性が変わると思うんですよですから、ここの問題は先にやった方が個人的にいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そんな形で問題を見たら、まずはどこからやるのかをですね、最初に確認いただけるのが良いのかなと思います。では、最後にですね、えー、あまり時間ないんですが、個人資産相談業務の簡単な、えー、解説ですが、公表という形にさせてもらいますが、まあ、第1問の問題に関しては、えー、こちらにつきましては、今、59歳の方で、今後、リタイアしますよということで、 に関する、えー、相談とといいうことで、まあ、こういうここで問題よくあるので、まあ、これについてはしっかり、えーまあ、復習していただいて、えー、っと第3問については計算過程が資料で与えられていますから丁寧に当て込んでいけばいいと思うのでこれ90分で5問、えー、ですから 大門、一問につき18分、20分弱使えるので、ここはゆっくりやってもらって構わないと思うので、こちらじっくりですね、計算してもらって、なるべく多く点数を確保していただきたいと。で、第2問の金融ですが、こちらについても、やはり積み立てに s a というような形で、に i s 絡みの問題が出てますんで、ここのところもですね、 問い4が計算これ2点ずつということで今回お話ししましたけどちょっとここはやっぱり。 落ととすわけにはいいかないと思うので、えー、これはこの問題に限らず学科でもそうですけども、えー、ROE とか配当利回り PRPBR ここら辺のところは計算式を覚えておけばいいので、まあ、これが覚えられていれば4点取れるわけですから、まあ、十分だと思いますし、まあ、問い合のところでも PER とかが出ているので、まあ、そこの計算式を覚えておけばかなりの得点は得られるんじゃないかなと思います。 で第3問のタックスなんですけども、まあ、今回、第3問が、えー、と問い7においてがやはり今年から改正があった配偶者控除に関する問題、えー、で2つ目がセルフメディケーションらみに関する問題ということで、まあ、ここについても、えー、基本中の基本だし、えー、まあ配偶者控除については今年から変わるわけですから出る可能性があるのでケアしていればまあ問題なく解けたんじゃないかなというふうに思います。 でえー、不動産の第4問なんですけども、こちらについては、です、ねえー、問10において、えー、建築面積と容積率の上限の延べ,延べ面積というところがありますが、これも計算手順が与えられているので、これは既に当て込んでいけばできるはずだと思うので、ここ4点取ってほしいですし、まあ、問11は難しいところ、ちょっとあるかもしれませんが、丸抜ですから、えー、埋めてもらえればというふうに思います。 で最後の、えー、第5問の相続なんですけれども、えー、相続に関しましては、えー、こちらについてはですね、えー、いつも通り最後の 問15を見ていただきたいんですけれども、こちらは今、相続だ定番の、ですね実際の相続税額を求める計算ということで、まあ、相続税の総額を求めて終わりなんですけれども、しっかり相続人を決めて、法定相続分を求めて、あとは遺産にかかる基礎控除を求めながら、おのおのの相続税の金額を求めて合算したものが相続税の総額ということなので、これはもう毎回出ているので、ここもうちょっと4点はしっかり取ってほしいなというところになります。 はい、では、えー、これでですねちょっと駆け足になりますけれども33、えー、つですね学科試験と実技試験の2科目については、えー、終わりましたので、えーまあ、この、えー、映像を見てもらってですね、えー、今回受かったという方については今後、えーまあ、例えば AFP 取って CFP というような道もあれば1級に向かうという道もあるんでせっかく。 身につけた知識ですがそれをうまく活用してもらって先に進んでもらいたいと思いますし、えー、そうでない方においてもまだまだ、えー、時間はたっぷりあると思うので、えー、今の、えー、この時間を無駄にせずにですねあの間開けてしまうと知識って忘れて、えー、抜けていってしまうところがあるので今のうちにもう一度です、ね、やり直していただければあのすぐ受かりますのでそんな形でですね、えー、頑張っていただければと思います。でででは、えー、これれ予想配点を終わりますお疲れ様でした